皆さんおはようございます。早寝早起き朝ごはん全国協議会の事務局を運営しております寺中と申します。よろしくお願いいたします。私からはですね、この早寝早起き朝ごはん、国民運動が今、10年を迎えまして、いろんなところで、さまざまな活動をいただいていると思います。そういったところをですね、全国協議会としてどういった活動をしてきたのかというところも踏まえながら、簡単に事例の報告をさせていただければと思います。ちょっと申し訳ないんですが、皆さんのお手元にあります資料の中にはちょっと簡単なレジュメしか入っておりませんので、画面を見ていただきながらですね、お聞きいただければと思います。よろしくいたします。ではですね、まずそもそも、この国民運動がですね、どうして始まったのかというところを簡単にご説明をしたいと思うんですが、この国民運動が始まったのは、先ほど鈴木先生からもお話がいただいたように平成18年になります。当時ですね、いわゆるゆとり教育というものが、始まって少し経ちまして、学力の低下ですとか学級崩壊とか、そういったことが、マスコミでいろいろ取り上げられ、始めた頃でもありました。そういったところのですね、教育的な問題点、が一つ、あともう一点ですね、当時、課題として、認識していたのが、子どもたちの体力の低下という部分です。こちらはですね、平成25年度の体力運動能力調査結果のグラフです。ちょっと見づらくて申し訳ないんですが、子どもたちの体力というものがですね、昭和60年、ちょうどこのグラフで言うと、見づらくて申し訳ないです、縦線、黒い縦線が入っているかと思うんですけれども、この黒い縦線が昭和60年になります。ここからですね、グラフが、ほとんどのグラフが下がってきているっていうのが分かるかと思います。子どもたちの体力っていうのが、昭和60年頃から年々低下をしてきている傾向にあったというところで、そういった子どもたちの学力であったり体力っていうところを、どうにかしていかないといけないなというような問題意識を持っておりました。そういう時にですね、我々の全国協議会の副会長でもあります、影山秀夫先生、百マス計算でも有名になったかと思うんですけれども、影山先生が、委員になっていらっしゃいまして、その中で、早寝早起き朝ごはんっていうものをやっていくと、子どもたちのそういった学力や体力が向上したというようなですね、そういった事例のお話をいただきました。で、当時これはちょっと新しいデータになるんですが、朝食を毎日食べている子どものですね、学力または体力の、合計点のグラフになるんですけれども、オレンジが毎日朝食を食べている子ども、青が全く、朝食を食べていない子どもで、それぞれの得点に大きく開きがあったということを、文部科学省としても認識をしておりました。そういったところと、影山先生のお話と、一致するところがありまして、こういった基本的な生活習慣を整えていくということは、日々の生活だけではなくて、こういった部分に関してもいい結果が出るんじゃないかというところで、この運動を始めようというふうに至りました。そこでですね、文部科学省は平成18年度子どもの生活リズム向上プロジェクトというものを立ち上げまして、子どもたちの基本的な生活習慣づくりに取り組み始めました。ちょうどそれと同じくしてですね、この平成18年4月に文部科学省が、全国の小学校1年生にですね、早寝早起き朝ごはん国民運動のチラシを配布をしまして、この国民運動が、開始になったというところです。この国民運動を開始するにあたって、我々早寝早起き朝ごはん全国協議会を設立をして、その推進母体ということで、この運動を全国に広めていこうというところで、取り組みを始めました。そしてこの早寝早起き朝ごはん運動はですね、国民運動ということで、国が主導していくのではなく、企業であったり、地域の団体であったり、家庭やもちろん、地域の大人たちみんながですね、取り組んでいこうということで、国民運動という形になっているわけですけれども、そういったところでこの全国協議会にも、会員という形でですね、個人の方から、一般の団体まで、たくさんの方にですね、入会をいただいて今運動を進めているというところです。
ではですね、我々の全国協議会っていうのはどういう活動をしているのかっていうことを簡単にご紹介だけさせていただきたいと思います。まず1点目が、普及啓発資料の作成というところです。皆さんにですね、こういった資料を今回お配りをさせていただいております。これは全国協議会の方で、配布を行っております。こちらのですね、中学生、高校生の絵が描いてあるものについては、文部科学省の方で作成をしたものにはなりますが、現在印刷をして、配布をしているのは我々全国協議会の方という形になっております。でこの2つ以外にもですね、こういった小さいサイズの配りやすいようなポケットガイドというものであったりとか、朝食を載せた、ポケットレシピなんかもですね、作成をして配布をしております。こういったものを皆さんのですね、資料の中に、依頼書というものを入れておりますので、もし地域の方でご活用いただける場合にはその依頼書をですね、ファックス等で我々全国協議会の方にお送りをいただければ、ちょっと送料だけご負担をいただいておりますが、資料については無料で配布を行っておりますので、ぜひさまざまなですね、状況に応じて、適切なパンフレットをご活用いただけると幸いです。続いてもう1点、キャラバン隊ということで、この早寝早起きは国民運動のですね、キャラクター、今お手元のその資料にも掲載をしておりますが、アンパンマンの生みの親でもあります柳瀬隆先生に、作成をいただきまして、この運動を広めているところです。でこのキャラクターの、いわゆるゆるキャラが、ブームになる前ですけれども、着ぐるみを作成をしていろんな各地に回ってですね、普及啓発を行っております。皆様の地域でもですね、そういった生活習慣作りに関わるような、イベントがございましたら、ご要望があれば場合によって伺うことも可能かと思いますので、全国協議会の方にご連絡をください。またこういったですね、キャラクターも我々全国協議会の方に申請をいただければ、皆様の広報誌等にもご活用できるようになっておりますので、そういった点もぜひご連絡ください。続いてですね、企業団体との連携ということで、いろいろな企業さんや団体さんが会員になっていただいておりますので、そういったところと連携をしてこの運動を広めております。JR の中での中吊り広告をですね、行っていただいたりとか、そういったポスターなんかにもですね、この国民運動の大切さを記載をいただいたりということもしております。続いてですね、全国フォーラムの開催ということで、年に1回フォーラムを開催をしております。昨年度は、佐藤博道さんにですね、ご参加をいただきまして、運動遊びをテーマに、生活習慣について考えていこうというような内容で行いました。今年度3月の10日に、また実施をこのオリンピックセンターの方で実施をします。そのチラシも入れさせていただいておりますので、今回はスポーツ庁の長官の鈴木大地さんやですね、服部栄養専門学校の服部先生なんかも来ていただいて、フォーラムを実施する予定になっておりますので、ぜひご興味のある方はご参加いただければと思います。またですね、全国の都道府県で、そういった生活習慣づくりに関わるフォーラムに関しての助成を行ったりですとか、学校の休業日に生活習慣が乱れないように活動している団体さんへの助成事業というものも過去行ってまいりました。我々の方では一部ですけれども、我々の取り組みだけではもちろんなく、全国でですね、こういった国民運動として、早寝早起き朝ごはん運動を展開を皆様の方にもいただいているということで、いろんなですね、成果が出ております。で顕著なのがですね、朝食を毎日食べている子どもの割合ということで、右側が中学生になりますが、国民運動が始まる前、平成15年は、約7割の子どもが、朝食を毎日食べておりましたが、現在では、8割強の子どもがですね、朝食を毎日食べているというような状況になっております。こちらは先ほど鈴木先生のパワーポイントの中にもございましたが、幼児の就寝時間というのも大幅に減少しております。やはり
今後ですね、取り組みに進めていかないといけないなというところは、やはり中高生の睡眠時間のところになってくるかと思います。特に11時以降に寝る生徒が7割以上、そして0時以降に寝る生徒が2割強いるということで、まだまだ今後取り組みを進めていかないといけないなというふうに思っているところです。最後になりますが、こういった基本的生活習慣づくりと合わせてですね、やはり地域の大人がですね、積極的に子どもたちと関わって、地域全体で、子どもたちを育てていこうというようなですね、意識を育む必要があるだろうということで、このようなチラシを昨年、発行しました。まだまだ生活習慣づくりに関しても取り組みをですね進めていかないところではございますが、それと合わせてぜひ地域の方にですね、子どもたちに関わるっていうようなそういう姿勢もですね、発展でいかないといけないなというふうに全国協議会として考えているところです。以上で事例の報告とさせていただきます。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。全国協議会の取り組みいかがでございましたでしょうか。どなたかご質問とかございますでしょうか。この取り組みはどうなのとか、そういうようなことでも結構でございますが、なかなかここでっていうのは難しいかもしれませんので、それでは寺中様、最後に一言ぜひ入会の勧めを。全国協議会個人で入れますよ。はい、個人でもご入会をいただけるようになっております。で、ご入会にですね、ちょっと入会費を少しばかりいただいてはいるんですけれども、それを持ってこういった資料の作成に当てたりとかですね、さまざまな情報を会員の方には発信をさせていただいておりますので、ぜひご入会をいただきまして、一緒にこの運動を進めていただければというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。私も個人会員です